さて、実はですね、いただきますじゃなくて、さあ、実はお立ち会い。実は、この下から出てこないからね。よいしょ。チェン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 後で言います。さて、また来てんの。要するにね、ここはもう狐に与えた土地だったから農家がいなかったわけ、実はね。ほいで、どうやって生活してたんですかって、寄進があるん、寄進直せね。でそれで、でも食料どこから調達、日本海側から簡単に調達でしょ。こっちは米どころやから、どんなに買えるわけ、いくらでも買えるね。お金持ちやから、お寺って。ね、当時も今も、大きい、大事なお金持ちなの。ね、ほいで、若干、野菜、そら、都市近郊はね、その野菜不足は怖いから、若干野菜を作る場所は、育ててる場所はあっただけ。そこのちょっとあったかな、野菜育ててるの。まあまあ、この郊外、ここの郊外、野菜育ててた。実は、この郊外が、その、後に、スティーブ・ジャクソン先生が、城塞都市カーレの参考にしたのがここやね。実際に訪れたの。善光寺は面白かったっておっしゃってた CSV で、1980年にね。この辺参考にしたの。城塞都市カーレの郊外の雰囲気。濃厚してるの、の、その、近郊野菜の風景ね。非常に面白かった。こんなんが本当に残ってるんだね。面白いね。もちろんね、いろんな場所が残ってますよ。日本国中ね。そういった風景は中部地方から東にはたくさん残ってる。まあ中部地方は特に残してるの違うかな。そういう風景はね。なぜかと徳川系の正代名が多かったから。っていうのも原因の一つでございます。ほいでね。で、実際その、ここにね、川、犀川渡るとこがあった。なんで犀川っていうか言うと、その、ここがね、その、採石場っていうか、その、なんていうかな、もう、採石場にしたらあかんねん、その、神域やからね。要するに白い石がガタガタガタってあって、まあ、ハイキングコースみたいな感じのところだったんですよ。今どうなってるかな。で、犀川っていうと、ここがほんまに、まあ、時川のね、上流もそんなにちょっとなってるでしょ。要するに、固形山っていうのも、固形っていうのもね、結局その、古古系がね、竜でして古系が虎なんですよ、実はね。そういう荒々しい、石が岩というかね、がむき出しになってる。ここはまあ偶然が通れるような道じゃないの、もちろんね。ただですね、篠の一線は現在ここ通ってるのかな、どこ通ってる、篠の一線こっち側から回ってるかな、ね、あんま覚えてないけど、ね、でね、結局、そのですね、どこに川を渡しがあった、私もね、小舟一艘。だって、別に善光寺にいる人は、善光寺平には全然興味がないから。で、元狩り場なんですよ。そうそう。まあ、関東平野の経緯でも話しましたけど、狩り場には使ってて、でも農耕は許されてなかった。狩りは別に構わなかった。そういう契約だから、狐とのね。で、いつでも狩りするでしょ、みたいな。そういう土地にしてたわけ。そうやって、中国文明の悲惨な末路をね、そうやって調整してたのに、そこに中国からね、大和民族が来られたら、もうむちゃくちゃになっちゃったわけ。この後中国破滅すんの確定してるね。これやばいよね。もう家屋満州勢力にとっては、そんなテーペロやからまたかなんないつら。なあ、まあ、それを言っといて、ここは、まあ、家屋満州勢力の本拠地である、漢中、陝西省、ね、長安
信用、今やったせいやなどのに該当するようなあたりに五左衛門形も似ている。でこの川渡し場に対してここにも橋を作ろうと言い出したわけ。それもまあ、うん、この立原が言い出した。立川城ですけどね、目付として立原家とおったわけ。立原家ももちろんその遊郭家系でございもん、ね、まあ、商人大商人でもあった。橋かけましょうかよと、関所を作って儲けましょうちゅうな話になっていった。お小遣い不足でしょうね、多分こっちのね。お小遣い欲しいわ、ほな関所作りましょうか。か橋作ったらもちろん銭取れますから、ただで渡ってもらったら困るって、わざわざ橋かけたのでしょ。そう理屈が通用つか、もともとそっちが当たり前なのかもしれないよ、ね、高速道路もねお金払うでしょ日本はね。じゃあどこなんか川渡しの面白くないわね。立ち払う、あいつ下手のくせしてわしら下手を苦しめるんか、おい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 でしょ。まあ川には参加系の人も多かったけど、まあどっちかとこの辺の参加の集落やったかもしれない。よくまあ初中に変わったのかな知らんけど、秘密。まあそんなわけで、まあまあまあ、あそっか母かみたいなことやったかもしれんけど、ここがアバタ城と呼ばれたり、栗田城と呼ばれたり、いやどうなったかな、阿波以上、栗以上、それから阿波山城、栗山城、いろんな七変化とかいくつもの名前を、ね、立ち原が繰り出してなんかよくわからんちゃう阿波か栗か山か高いかはぁ、あ、はぁ、あ、みたいな謎の立ち原さん作戦でしょだん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 事の真相分かってきたかな皆さんいいね。でこう海津城って何こう海津って言うと、ここで変えたわけ何をってここにもね遊郭ができちゃってたの門前町もね。その景色なんてさすがに言われてこっちに移動しとって、ね、でもここまでだったから何それ自由遊郭都市みたいな謎の集落ができとった。もともとね遊郭上がりの人も休む場所がいるなとね、ね卒業生おばあさんだったらねぽっつり暮らす場所がいるねんな、でしょ。だけどまあどうやったらいいか、まあ、ここに今日の城を作るって本当かこんなとこに、なんでこんなとこに城を作ったのって不思議な場所ね。それはまあこの須坂方面はもちろん須永の領地だし無理でしょ。で須永の手下が実は村上義清でございました。あらびっくり出てきたのかその名前ついにみたいなね。でここに2つの小山がありましてね、どっちが須永天神でどっちが須坂観音かわからんかったわけそんな秘密やから今でもね。さてその秘密を探ってまいれというわけで高坂大将が乗り込んできたわけだけど、まだ城がない時ねボツボツその酸っぱい声をしとって、まあ大名の領土ではないから善光寺大夫当時ね、でしょ。でしょね、天満家か砂が天満観音、天満観音だね、観音天満って天満観音ってね、マサイ神社のあり、ね、この川中島の合戦のそもそもの発端である善光寺立川流の存在があり、でここでじゃあいざこざもちろんあるでしょ。そんな立原は全然裁けなかった。でお坊様方も裁けなかった。お坊様方はね中国系そして大和民族系が多かった。でそういう人たちの凶楽都市になってた。で藤原姫が建ててた。実は大和民族狐化作戦でもあったわけ。京都の藤原先住民藤原の建てた遠大な作戦っていうのは常に相手を堕落させる方向に向かわせる恐るべき戦術でございまして、姫すら犠牲になっていく。藤原姫すらその人見国になって堕落、一緒に付き合って堕落していくっていう恐るべき目技、これが藤原姫特有の藤原戦術、恐るべしね。天皇家もすっかり骨抜きになって弱っ白い奴らになった。もはや呪術しか使えない。その呪術も冴えない。動物霊に食われている。動物霊と取引しないともう何もできなくなった天皇家、ね、そういう遠大な実に洗練された作戦を藤原は取ったわけでございもん。ところがいざこざがあるために来てくれたの実は
春日山の小島弥平弥太郎、弥平弥太郎夫人だった、ね、それがだんだん煙たいわけですよ、こっちとしては。でも呼ばなしゃあないでしょ。でここの治安を実は春日山が守ってて、しょっちゅう来とって、来てくれ来てくれ助けてって呼んでるくせに煙たいくなる、頭固いから小島親子だったらもんでしょって思うかもしらんけど、そんなもんかもね。またやたらやらそうやったし、小島親子、小島弥平と小島弥太郎親子ね。そう、小島っていうけど、もともとはね、その木曽義仲の軍勢の小島です。で、まあ、小島、森田、足立、こういったところが3つ、ね、この軍勢、まあ、巴、三つどもえ、その3つの軍勢を率いたのは巴御前、ね、木曽義仲は、まあ、旧壮大な人物ではあった。戦場バターだけはもちろん巴御前が指揮する。巴御前はお腹家やからね、つまり稲神社の末裔、ね、それが指揮する木曽三軍、木曽三軍っていうのは森田、足立、そして小島、だから強かった、ね、その名残が実は信州や越後に残ってたということなのでもございますが、ごわくやで面白くなってきたでしょ。じゃあ休暇屋さん、あ休憩って意味やから休暇屋さんって、うちだ